はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ、本日なんですが鳥獣武者ガンメタしていきたいと思います。鳥獣武者とかいうぶち壊れテーマ、弱い弱い、ガンメタすれば弱い弱いということで、今回はですね鳥獣武者がなんか流行ってるかなんか知らんけどもぶち殺していきましょうよ。はい、で鳥獣武者何が一番効くかという話なんですけども、皆さんこれ知ってます？エンタメイト五光の魔術師。これどういう効果持ってるかっていうとね、このカードは、ペンデラム効果で、お互いは自身の魔法トラップゾーンにセットされているカードの数によって以下の効果を適用しますよと。セットされているカードが0枚の場合、魔法トラップゾーンにね、自分のフィールドのモンスターが攻撃できないし効果発動できない、つまりですね魔法トラップカードないじゃないですか、あのデッキ。基本的にセットできるカードが。これ、五光の魔術師を発動すれば、相手死ぬなと。いうことで、今回はこれを全レベルで貼るというね、そういう構築で、相手の鳥獣武者を、爆発していこうと思ってます。で、エンタメイト五光の魔術師ってめっちゃ相性がいいカードが、そのラビリンスになってて、これなんでかっていうと、五光の魔術師がこのカードが墓地に存在していて、自分のフィールド上に魔法トラップカードがセットされると、墓地のこのカードをペンダルゾーンに置くよという効果があって、これ先行相手に取られてもその家具で捨てて五光を、ほんでラビリンスの魔法トラップカードセットするとこのカードの効果が反応してセットできるんですよ、ペンデラムスケールに。だからペンデラムスケールにセットさえできればもう相手死ぬんで大体。はい、ということで、今回はこれを置いていくプラス、あとは手札誘発、ガン積み効く誘発ガン積み、例えば、ドロール&ロックバード、はい、それから増殖する G、これ打てばね大体相手の展開止まってくれるし、バグースカエンドぐらいになると思うんで、はい、これまたは雪うさぎ、これスケールの若牛を爆破したい、それからニビル、ニビルは貫通されるパターンはもちろんあるんですけど、ニビルプラスあとはカカシーとかに、打ちたい無限包容、これはセットカードを増やすっていう意味合いでもセットするカードがないとここ意味ないので、セットできればこの辺が相性いいなというところで、今回は誘発何枚入ってるの ?123456789101112131415 枚、誘発15枚プラス家具5個、この動きをね見せていきたい。これねやってみたんですよ、鳥獣武者と何戦か、マジでなんかほぼ負けんかったから、鳥獣武者にはね、他のデッキは知らんけど鳥獣武者 に対しては結構勝てるんでおすすめです。はい、てか五光がマジ強いから鳥獣武者のギミック完全否定できるからね、はい、やっていきましょう。分からしていくぞ、デュエルスタンバイ。よし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 、いいぞ、悪くない悪くない反動だ、悪くないっていうかめっちゃ強いな、最強のムーブができる可能性があるぜ。若牛きた、若牛きた、いやーこれ、いやもう相手がね DD クロー持ってるかどうか系ではあるんですよね。ちょっと一応鳥獣振動若牛くんの効果は無理しかないわ。はい、ウサギあったらどこに打つかみたいな話なんだけどね。で若牛くんいいだろう、ストービーの効果とストービーの効果、五光の魔術師を手札から捨てることによってラビリンスカードをセッティング、頼む無言しないでくれ。よし、ガンマをケアしながら、これ後でいい、ビッグウェルカムラビリンスをデッキからさすがにビッグでいいか、ビッグウェルカムをセット、さらにエンタメイト五光の魔術師の効果を発動、このカードの効果によりペンデラムスケールにセッティング。勝ったな、割れるか、セットカードねえだろお前、魔法トラップカードセットするカードねえだろ。ちなみにカードがセットされていないプレイヤーは、モンスターのフィールド上のモンスターの効果を発動できないし攻撃することもできないぜ。0枚だからなてめえのセットされてるカードが、バカ誰が。おっとなんか赤ごとしてるぞお前、エンタメイト五光の魔術師の効果知らねえのか。ちなみにシンクロ召喚とかできますけど、ちなみにシンクロ召喚も一応リンク召喚もできますけども、おテキスト読んでるか、テキスト読んでるっぽいな。お何おかかしいだろ、かかしいだろ、サーチ入れん、いいだろう。ちなみに墓地のねカードの効果は止められないんで、この辺のサーチとかは通りますね。通ったところで攻撃できないけどなお前、攻撃なんかできないし効果発動できないけどな。あ、バイクいいだろう。ライディングデュエル、アクセラレーションいいだろう。ちなみにカカシゲの効果使えないことにこの、今頃気づいてんじゃないかこれ相手。カカシゲの効果使えないからな今。五行の魔術師の効果によってな。さあどうする。あ、仲裁、あ、もういいだろう。それ装備カードになるだけで。おっと、ターン終了だそうです。おーっと、ターン終了は草。さあ何もできないことに気づいたもんよ。君さん、デッキの中に回答あるの？増殖主人、何いやな。デッキの中に回答あるかどうかちょっと聞きたいんだけど、魔法トラップカードセットできる？君、ねえ。魔法トラップカードセットできるって聞いてんだよね。一応。なんかフルモンスターでデッキ組んでるらしいけど、魔法トラップカード入れてないの甘いじゃない？カード一枚、めっちゃ煽ってて、これ、戦えそうだな。超人武者使いからめっちゃ戦えそう。カードを1枚セット。これ、まあ、一応、なぶり殺しにする説はあるか、これ、ぶん殴りつつ、まあ、ちょっと裏って打たれたら、ちょっとめんどくさいはめんどくさいんだけど、はい、で、こうするじゃないですか、あ、なんか、裏なそうですね、裏、まあ、1ミリもチェーンないんで、多分なそうですね、これ、相手、手札、何がいいかな、まあ、天狼接続とかめっちゃ効きそうじゃない？天狼接続めっちゃ効くと思うから、これセットして、で、ビッグウェルカムの効果によって、白金の城のラビリンス君出します。はい、で白金の城のラビリンスの効果によって DD クロを戻しで戻ったため、白金の城のラビリンスの効果と、ストービーの効果が発動していくとで、戻ってきてこれあとはね無限回ビッグウェルカムラビリンスを使い回し続けて相手殺せばいいんで、ビッグ弁慶爆破よしで攻撃表示まあ一応セットでビッグウェルカムを再セットはいはい、でバトルフェーズ、これぶん殴ります、はい、でこれでぶん殴ります、OK、でこれもう1枚カード、あ、てか今、あれか、一応セットしてもいいのか、もう1枚、これあれですよね、4枚セットしてると、なんか打点倍になるみたいな、お、なんかある、あ、ガンマだ、これ、このタイミング、ガンマだろ、このタイミング、ガンマやな、なるほど、危ねえな。ガンマ感あるなこれでカード1枚セットでエンドフェーズこれあれだね4枚セットしてからまあ、あんまダメージ入んなから関係ないかダメージ入んなから関係ないけどこれもう60005800相手マンモ効果発動できないとかいうなんか地獄が起きてますはいー出直し的な魔法トラップカードを入れて出直してくるんだないやこれ超人武者に対してだけじゃなくてまだ勝率高いぞこれ手札やついっぱい入ってるから割とな猿来た。そう、猿いらないんだよな。猿マジ、まあでもこれも増字と無限包容あるんで、まあ止まってくれる可能性はあるな。若牛、はい。ガンマさえケアすれば増字は通るんでね。大体。基本的には。だから G 打たれた時に相手どうするか。まあ先行アンキルしてこようとしても結構手札がさっていうか大丈夫だし、このデッキやったら、基本的にはね。はい。はい。ビッグ弁慶サーチね。いいよ。OK、いいだろう。ビッグベン系、まあ、超人武者はやっぱメタリタイだったらこの時にもう診断直後にやらないとなまあ後々なってくるとなんか弱点がバレてお打つか打ちますだからバグースかって言われても大丈夫な反動してるんで大丈夫ですねバグースかって言われても、エンタメイと、モンキーボードによって、五行の魔術をサーチいるんで問題ないといったところですね裏なく分でねそこがね、あれなんですけども、バグースか、はい。バグースか、あ、引いたわ。あざっす。引きましたわ。引きましたあざっすわからせまーすわからせちゃいまーすわからせちゃいまーすドローフェイズ。まあでもこれ、ここでさ、うらら打つしかないけどね。合金とかいうカードに。うらら打つんだったらここでしょ。はい。で、6枚除外します。まあもうエクストラとかもいらないんで、エクストラこそ。おっと、ない。何もない。何にもない。なるほど。おっとあ、ドローラードロックオーバーなるほどね。もうあんま関係ないからいいや。ドローラードロックオーバー、本当に関係ない。マジで。マジで何も関係ない。もうスキルドレインも結構きついね、相手ね。カードセット。発動。まあ、サーチする意味もないもんな。サーチする意味もない。まあ、一応あれですよね。バグースカのなんか、耐性があるから鬱陶しいだけで、まあ、これでいいんじゃないかでもこれでおしまいなんじゃないでストーブいこうか。まあもう猿いらないからこれぶん投げて、でセットビッグセットで、まあ、セットへ、まあ、スケール向こうに一応するようにこうして、でこれでこう、はい、お疲れ、デュエル終了のお知らせです。これこのまま目つくならもう勝ちなんで、誘発で止めてエンタメイト極高の魔術師を張るだけ、簡単なお仕事。バグースか、はい、バグースかパイセン、はい、どうぞ。取り除きない、まあいいでしょう。ちなみにこれも攻撃もできないんで、アーゼウス乗っけるとかできないです。これエンタメってここの魔術師の効果によって攻撃さえもできないっていう効果ありますんで、攻撃表示にしてぶん殴ろうとしてもアーゼウス乗っけられません、殴れないからね。だからまあ流せませんと、まあ、流そうとしたところで、まあ、もしアーゼウスなんか何らかの方法で出したところで、まあ、そいつの効果発動できないんだよ。ああ、ちなみにこいつってさ、いなくなるよね多分、なんかほっとけば。取り除く効果は発動する効果っていうよりもルール効果だから、これ多分取り除けない場合破壊するっていう効果はこれだからもう一生なんか待ってればいいんじゃね。相手待ち続ければいいです。あるアリアンの、はい、なるほど。まあ、無限包容打ちますか。無限包容打ってスケールモノトー無効にしながらアリアンナ召喚してみたいな動きするか。はい、なんかあんだよな相手。まあ、ここで打てるカードって増字とかぐらいなんじゃねえの。何やったっけだと。まあ、アリアの召喚効果発動、サーチ入れますと、はい、でサーチング入れて、でラビリンスを持ってきまして、でビッグウェルカムをぶち込んでいくことによって相手の、カードを爆破するという最強のムーブですねこれ。はい、はい、さあビッグウェルカム発動しちゃうよー。ビッグウェルカムラビリンス裏中ない。お前どうやって勝とうとしてるのこれ。はい、で白金のラビリンス爆ターンで戻す、で効果発動。バグースカはちょっとガンマがありそうなあるかもしれないんで、一応ビッグ弁慶破壊しまして、でチェーン1白金のラビリンス、チェーン2ストービーの効果、墓地から蘇ってくる効果。さあやばいことが起きようとしております。一体どうやって勝とうとしてるんでしょうか。マジで回答なくないか。エンタメイト極高の魔術師、本当にこのカード強くない。マジでさ、これ回答あんの。エキセントリックデーモンとか入ってる構築だったらいけるか。いやでもまあメインデッキからそれ入れてるやつ多分いないからな。にこしゃくだ、こしゃくだ、どうしよう。 DD キロとかいうカードマジでこしゃくだわ。まあ、こしゃくだけど、まあでも何もできないから大丈夫だ別に。相手これを止められたところで、まあ一応効果使うか。で、もうこれいらないからドロール捨てまして、でもう一回ビッグウェルカムもセットしまして、はい、でバトリングフェーズ入って、はい、おらボケが、はい、演説で終了です。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。じわじわとサレンダーは認めない。さあ立てー、サレンダーは認めないって言ってたろ。超人武者に対する勝率えげつないなこのデッキ。これマジで誘発いっぱい入ってるのやっぱ安心ですねこれね。非常にね、安心と安全と信頼の、2ビルドローランドロックバード。まあこれ超人武者だった場合は まあ、なかなか、まあ、ドローランドロックバードはね環境的にも多分強いと思うんで、結構強いやれるかなと思うんですけども。おいお前キメイガード使ってんじゃねえぞ。キメイガード使ってんじゃねえぞ。でこれ絶対超人武者だろこれ。こんなもん絶対超人武者だろ。増殖するうちドロール&ロックワード決めえな。きっしょいのーはふざけやがって。なんだこいつどういうことだ。なんだこれ裏中無限包容か。これまさか2ビルとか言われないよね。まさかのパターンあるよね。はお前俺の手から見てんだろ。俺チートツール使ってますこいつ。コナミさんチートツール使ってます。だってドローランドロックバルト2ビルドとある禁止令で。コナミさんこいつチートレスですって ID コピペして通報するわ。おかしいだろ。なんで数ある一番種ある遊戯王の中からドローランドロックバルト2ビルドを宣言されなければならないんだ。俺の手札にある絶対におかしい。いや、まあ宣言されがちではあるか。超人武者にきついカードはまあ限られてるからね、ある程度手札やつは。いや、だからといってそんなピンポイントで来ることある？これ絶対手札見えてるじゃん、相手。まずいですね。一体全体これは、これなんかワンチャン返せるんですか、これ。無理ですか。ギャラクシーフォローターのスキル取り開いたらなんとかなる。いや、でも、あ、バラネスがいるな。なんか、どうなるんでしょうか。フォトンドラゴン。フォトンドラゴン、あ、察し。おかしいだろ、何してんだてめえ。レベル10のライテンとかいう現状期モンスター爆誕させてんじゃねえと。あかんねえ。やばいね。やばいね、やばいね、やばいね、やばいね。やばいね。やばいこと起きてるね。これだって、こいつエラッタして帰ってきてまだ悪さしてんのおかしいだろ。なんだよ。なんだこのダークタイムボンバーとかいうやつ。ニュアンス禁止しろ。絶対におかしい。メイン2でしか発動できないようにしろ、お前。え？おい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 、どういうこと、どういうこと、どういうこと、は？お前何してんだ？